こんにちは、伊藤美久です。私が PV に出演している今人気急上昇のラブコメライトノベル朗報、俺の言い名付けになったジミコ、家では可愛いしかない、こちら通称ジミカワなんですけれども、私が少しだけこう物語を説明させていただこうかなと思います。この物語は、主人公は二次元にしか興味のない高校生ゆういちくんという子なんですけれども、親同士の約束で突然いいなずけができてしまいます。それがなんと学校ではクラスの片隅にいる地味な女の子、渡内優香ちゃん。そしたらなんとこの優香ちゃんがですね、話してみたら本当はゆういちくんととても趣味の合う同じオタクで意気投合しますね。はい。で、実は感情もすごく豊かで、主人公のことをどんどん好きになっていた優香ちゃんは、家ではいっぱい甘えてくれる、もう楽しい同棲生活が始まっていきます。はい。そんな素顔を主人公のゆういちくんと読んでくださっている皆さんにだけ見せてくれる、本当に本当に可愛い女の子です。今注目の甘いイチャラブコメ作品となっております。こんな感じでちょっと魅力が伝わっていたらいいなというふうに思います。私も今日の衣装もちょっとこのゆうかちゃんの意識した、ゆうかちゃんの声優の時の意識した衣装にしてもらいました。はい、ということでとても面白いのでぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。伊藤美久でした。